何も食べないと死ぬよ。お気遣い感謝しますけど、まだ食欲が戻ってこないんです。事務所が丸ごと全滅したし当たり前よね。でも腹をくくりなさい。自分のせいだと思ってるの？はい、僕が止めたのなら、僕がもっと腕が良くて強かったら、僕が逃げさえしなければ。そう言うならあなたの責任よ。はい、あなたが愚かで弱かったから仲間がみんな死んだのよ。これで少しは落ち着いた？あなたが楽なように考えればいいの。何かが起こったらその結果に分かりやすい理由をこじつければいいでしょ。実際の原因が何かより納得できるように考えたいわけじゃない。おいチビども、あまりいじめすぎるなよ。いじめてないよ。いじめてたのはパメリだけだって。でフィリップ、そろそろ話せそうか？はい、お気遣い感謝します。兄弟事務所なんだし、困った時はお互い様よ。申し訳ないことになったな。私たちはその時ちょうど12区の裏路地でねじれ事件を処理してたんだ。8時のサーカスにやられた奴らはただ快楽のためだけに狂気じみたショーを繰り広げていた。まるで地獄の祭りのようだったな。相当苦労したよ。だから私の体を一度交換したのよ。この体は本当私の好みじゃないけど。擬態ですか？でもその姿は倫理改正案に引っかかりませんか？擬態ではなく私の体のコピーよ。私は前から生体修復保険に入ってたの。パメリの体は跡形も残らず引き裂かれてて、この方法以外に解決策がなかったの。けど頭だけでも残っててよかったよ。戦用の保険ってお金だけかっぱらっていく泥棒だって思ってたけど、珍しく得したわね。そうだ、あなたの事務所はフィクサー保険みたいなのには入ってないの？まだ入って間もない新入りなのと、調べる余裕もなかったのでそこまではよくわかりません。後からでも調べるといいわ。保険の形態と条件もいろいろあるから。体を修復したのはいいけど、よりによってどうしてこんな体なんだろう。はあ？急を要するからってせっかく副射精術を施してあげたというのに、何よその態度は。高ければ何なのよ。鏡を見るたびに生きる意欲が損なわれるのに。その体壊してでも見なさい。いや、いっそ次はどんな方法でも修復できないように死んだ方がいいね。それならコピー代なんて渡さなくていいし。やろうっての？上等。サルバドールの言う通り、君のサンファ茶を入れる腕前は確かなものだな。褒めすぎですよ。フィリップ、君の考えはどうだ？図書館はねじれと関係がありそうか？わかりません。ねじれを直接経験したことがないので。でもどんな場所よりも異質に見えました。師匠と先輩はそこで本になって、役に立たないな。この問題に関してはあちこちの教会が敏感になっている。教会だけではないな。翼と指もねじれ現象に対してどうすればいいかピンときてないからな。はい、そんなのはどうでもいいという顔つきだな。ねじれがどうあれ、君は今すぐにでも図書館に入って仲間の本を探したいというわけだ。正直言うとそうしたいです。でも師匠が残したメモには下手に行動せずオスカーさんを頼れと書かれていました。あいつも本当に困ったものを押し付けてきたものだ。この仕事はいつもこうだったが、
あいつの妻と子供たちは辛いだろうな。会ったことは？いえ、まだ伺ったことはないです。どうしてだ？面目ないからです。私たちの次の目的地は図書館だ。装備を整えておくように。ありがとうございます。勘違いはするな。目的地が同じだから連れていくだけだ。そして友に対して最低限の責任を取るだけだよ。少なくとも私の事務所で君のようなフィクサーを受け入れることはないだろう。水が濁るからな。仲間のために恩を返すために行動するのはそんな情けないことなんですか？どこに行っても情にほだされるなとか、階級に合わないだとか、間抜けだろ。フィクサーなら、いや、都市で生きてく人なら誰かのために行動してはいけないってことですか？イライラして聞いてられないわね。あなたが間違ってるって言った？そんな考え方のフィクサーはこの事務所では受け入れないってだけじゃない。そういうのやめてくれる？感情に動かされる奴ほど背中を預けるには危ない奴はいないからね。あんた一人面倒見るからって私たちが全滅してもいいってことなの？君は自分が誰かのために行動すると固く信じてるんだろうな。荒涼として利己的な都市の人とは違い、自分は利他的に行動していると、それ以上の価値のために戦おうとしていると。しかしそれは完全に利己的な考えだ。利己的な考えの中でも自分を騙す最も危険な類のものだ。利他的な行動というものは人間にとってありえない。誰かのために命を捧げるというのも自分のためだ。それも周囲の人を蝕み破滅に導く、とても危険な利己主義。僕はそれらしい御託を並べてはいるが、本当に君がサルバドールや仲間のために熱を上げてるのかも疑問に思うな。先に準備しておきます。フィリップってやつが傷ついたかは知らないけど、俺も同意するな。自分ではない誰かのためって川の裏に隠れた利己主義ほどおぞましくて危険なものはないんだ。自分のためではない誰かのための覚悟ほど恐ろしくて醜悪なものはないわ。その正義に犠牲を払うほどの価値があると思うほど、その自尊心によって周囲を見ないのよ。どうなっても構わないわ。ただその正義のために他人を踏みにじりながら進んでもいいと思わせるから。なあ、今度は本当に分かり合えたみたいだな。感動したよ。シャンパンでも？ねえ、いつまでその顔なの？イライラさせるわね、本当。乗り越えていこうとしてるでしょ。気遣ってあげようよ。こんな細かいことであっても微妙にコンディションへの影響が出るの。いいです、僕のことは気にしないでください。皆さんの足は引っ張りませんから。君が足を引っ張っていると判断した瞬間、私は君を貫くからな。歓迎いたします、ゲストのお方。雰囲気があまりよろしくないですね。機械かと思ったが人間が混ざってるのか？そう睨みつけないで。殺そうと思ったわけじゃなくて、ちょっと確認したかっただけ。ブレーネ、お行儀というのを学べなかったのね。図書館の司書はにこやかだって聞いたんだけど。いきなり頬を引っ叩いてくるようなゲストにこれ以上礼儀を貫き通す必要はないと思ったまでよ。すまないな、私たちの命がどうなるかわからない状況で礼儀をわきまえる暇なんかなくてな。さようでございますか。聞いた情報と全然印象が違うわね。それなりの苦労があったんでしょう。
またこんなことに。今度は最後まで一緒に戦えると思ったのに、僕はいつまで誰かの後ろに隠れて。僕があの人たちと最後まで戦えば何か変わったかな。僕にも何かに立ち向かう勇気があれば、そんな勇気でもあれば僕は逃げろって言われて、僕はためらったんだ。先輩と師匠を置いて逃げれば弱虫に見えやしないか、みんな一緒にいてほしいんじゃないか。でも僕が下した判断は、みんなのためという名目で言うことを聞いた。僕がここにいれば邪魔にしかならないんだ。僕はここじゃ何もできないから、外で助けを求めないといけないんだって。これは全部師匠と先輩のためだからって。これは誰かのためにやってるんだ。僕は誰かのために命を捧げる覚悟までしたから。でも今はその時じゃないってだけ。もちろん僕は最後まで誰かのために動くから大丈夫。汚くて醜い利己的な人、先輩と師匠のため、くさび事務所の方をここに引っ張ってきて、彼らの犠牲を当然に思ってまた逃げたんだ。僕のためじゃない、僕がやろうとすることを正当化させるため、何度も繰り返すあの人たちのための、他人のための、誰かのための、ための僕のための尻を隠して包み飾った言葉。その言葉の通り、一番利己的で危ないのは僕だった。これ以上誰かのためという言葉で飾り立てたくないんだ。全てのことは僕のためだと、その何よりも僕のために、誰よりも悲しんでいる僕のために。悲しんでいる僕の代わりに泣いてくれる人はいない。結局この痛みは僕が抱えていかないとダメなんだろうな。この感情をなくせないままずっと抱えて進むしかないなら、その沼に沈んで挫折して、結局自分のいいように考えることを何度もやらないといけないのなら、いっそこの悲しみと共に起き上がる道を選んでやる。できるって信じてるから、やるべきことだから、どうやってでも前に進まないと。この力はきっと僕に与えられたチャンスだから。
あのフィリップってやつは一体なんだよ。いつあんな工房の装備まで準備したんだ。いや、工房の装備でさっきみたいな性能を出すのは不可能なはずなんだが、これはむしろ EGO エゴみたいね。 EGO エゴ、自我のことか。くだらない言葉遊びを。本質は同じ、自我の殻、心を実体化したものよ。はあ、心を実体化するって、そんなふわふわした現象が実現できるのか。エル社の得意点だったわ。ちょっと違うけど、エル社は意図的に抽出したとすると、フィリップという人は白夜黒昼の影響でしょうね。そうね、ある程度は合点がいくわ。なんだよ、一人で納得して。じゃああんな力を金も出さず心からむやみやたらに抜き取れるってことか。私も直接発言したのを見たのは初めてだから、そんなにまくし立てないで。本当に気になったのなら、あいつが逃げないようにするべきだったでしょう。はあ、俺もわかんないよ。あのじいさんがあんな装置をつけてたなんて。相変わらず正直じゃないな、オスカーは。年寄りの友達が結構いたのね。そりゃあここでずっと生きてきた年寄りなんだし、フィクサーの仕事をしてれば一度や二度くらい顔を合わせる機会はあるだろう。